進むべき道はない。だが進まなければならない。アンドレー・タルコフスキーは、ルイジ・ノーノが晩年に作曲した、還元楽曲で初期の中断された歌に次ぐ代表作である。カミナンテス三部作に含まれ、ノーノが1990年に没する3年前の1987年に作曲された最後の還元楽作品である。竹光透の監修によるサントリーホールの 国際作曲移植シリーズからの移植によって作曲され、同年に高崎県の式、東京シティフィルハーモニック還元楽団によって11月28日に初演された。作品の長いタイトルは、スペインにあるトレドの修道院の壁に刻まれた、碑文から引用したと、ノーノは述べており、またノーノ自身における創作の上での理念でもある。 空間音楽のためオーケストラは全部で7グループに散らばるが、ここでは総楽器編成を記す。フルートに、クラリネットに、トランペット4、トロンボーン4、ティンパに2人、大太鼓に、ボンゴ8、弦語オブオーケストラを7つの器楽のグループに分割し、聴衆を取り囲むように配置されている。使用している音は、ー音と近接する4分音よび半音までの音程のみだが、 特殊奏法や音の強弱などを変化させることで多彩な音の持続を引き出している。音色、強弱、音項が曲における重要な要素であり、また空間内における音響の運動と密接に結びつけられている。演奏時間は約23分。ありがとうございます。